これが普通のものですね。そうするとどうでしょう、気持ちいいですよね、うん、ぴったりして、このぴったりしてる感覚が実はフィット感、求めてるフィット感が主観だよっていう話ですね。で、素足の感覚っていうのが実は降りてちょっと移動した時のこの感覚、この感覚が今後ろにあるかどうかです。後ろに降りた時、乗った時にです、ないですよね。素足感覚っていうのは靴を履いててもなきゃいけないんです。動物がから人間が人間らしく変わったところの一番原点なのに、それをまあ、いろんなビジネス戦略とかそういうものでなくなしてしまったわけですね。で、今度は向こうに乗ってみてください。ありますよね。で、こういうふうにあると何が起きるかというと、例えば普通にこう手を上げてみてください。さっき座布団でちょっと試したように僕がちょっと押しますので、押してみますね。で、これは力比べとかではなくて、ご自身がどこでが踏ん張っているか、それをご自身が感じてもらう。押してみたいと思います。めっちゃくちゃ今強いんです。動く気配もないというか。今度は下から持ち上げてみますね。ちょっと遠いとこからいきますね。これも全然動く気配ないです。この辺ですよね、頑張ってんの。腕じゃないんです。だから物を持つときに腕じゃないっていう話ですね。今度こっち乗ってみてください。同じような力でいきますね。嫌ですよね。これを今度、あ、ごめんなさい、今度ここで我慢してますよね。今度は上げてみますね。ここではないですよね。もう腕とか肩とか全然違うところで我慢しているわけです。例えば日常からこういう状況でちょっと重いバッグを持ったとするじゃないですか。ただ全部負担がここに来てるってことです。本当なら腰で全て持てるのに、こういうことが起きてるわけですね。で、実際には今横で試しましたけど、前でも同じで手をたくさん前出してみてください。僕が押しますので、いっちゃいますよね。これも我慢しようとするとこういうところに力入ってくると思うんです。今度は後ろ行ってみますね。後ろやると背中中全部感じると思います。こんな感じなんです。で、向こうに持ってみます。足の裏がちゃんと張って活性すると、これ今こっちより全然力入れてるんですよ。ね、大丈夫ですよね。僕の方が痛くなるくらい。とにかく足の裏なんです。で、と言っても誰にも責任があるわけじゃなくて、大手のメーカーなんです。シューズメーカーが気持ちよさで物を売り出したからこんなことが起きてしまう。